分かるです。この標の式が3番でこれが分かったので、あは、ここに入れてあげればいいんだけど、そしたら、y はもう9です。で、ここで分かったので、なので、ここに打入してあげる。9です。ってなったら、多分ね、計算したと思うんだけど、9イコール x 分の。でしょ、ね、で、あって、そう間違えたね。X が、これは間違えたね。あと104から、これのところが。じゃあ、隣にました。ファッション的に、そう、これが好きなのめちゃくちゃ。なので、だから、A っていうのを出すために、X と Y かけると A になってるよね。じゃあ、あと、なので、イコール、XY なのでこっちに入れるのがめんどくさいのでこの A が